皆さんこんにちは、富士フイルム宇野です。今日は富士フイルムの大宮事業所、11月にオープン予定の新棟からお届けしています。 X シリーズのカメラとフジノンレンズの開発、生産、マーケティングのスタッフがこのビルに集結して、これからの X シリーズを生み出していく拠点となります。今日はこの新棟から皆さんにとっておきの新情報をお届けしたいと思います。4回目となる X サミット大宮、いよいよスタートです。改めまして皆さんこんにちは。富士フイルムの X シリーズの最前線をお送りする X サミット、皆さんもすでにご存知だと思いますが、9月にですね、こちらの XF50mmF1.0 を発売いたしました。この X サミットで開発の紆余曲折、特に焦点距離の変更ですね、 33mm から 50mm といったところをお伝えしていましたが、ついに皆さんのもとにお届けすることができました。X の新時代の幕開けとなる一本になったと思います。すでに多くの X フォトグラファーたちがこのレンズを使って撮影を始めています。この F1.0 という大口径のレンズ、こちらが織りなす美しいボケ味と最高の画質、さらには大口径ならではの暗所の撮影、世界各国の写真家から高い評価をいただいております。フジノンレンズならではの最高の一本が完成いたしました。この XF50mm、本当に皆様から、たくさんのオーダーをいただいております。本当にありがとうございます。現在ですね、お届けに時間がかかっている状況です。生産に高い精度が要求されるレンズのため、少しお時間がかかっておりますが、今鋭意増産を進めております。もう少々お待ちください。よろしくお願いいたします。そしてまだまだレンズの進化は続きます。今日ここで新発表のレンズがあります。それがこちら。皆さん分かりますか？ XF レンズシリーズの中でも人気の一本である1024mm をリニューアルいたしました。光学性能はそのままに、使いやすさを向上させています。改めてですが、この光学性能本当にいいですね。 35mm 換算でいうと、超広角の 15mm から標準画角の 35mm まで、重要な画角がこの小さなレンズの中にすべて入っています。しかもズーム全域でシャープな画質、それから OIS 手ブレ補正の性能を改善しました。新しいジャイロセンサーの採用により防振性能が1段上がり 3.5 段となりました。 XT4 と組み合わせると実に 6.5 段もの防振性能を発揮します。またブリージングもとても少なく、動画撮影にも最適です。デザインも変わりました。その理由は防塵防滴構造ですね。今までも数多くの素晴らしい風景写真を写してきたこのレンズですが、より厳しい環境、より厳しいシーンでの撮影ができるようになります。それから絞りリングへの F ナンバーのインデックス、こちらを加えました。さらに A ポジションのロック機構も加えています。より確実な操作をするために、これは必須の進化となります。風景写真では長時間露光やタイムラプス撮影をされる方も多いと思いますが、三脚にセットしたままファインダーを覗かなくても、絞りの値、露出条件を確認できる、非常に安心なレンズになります。どうでしょうか？多くの写真家、お客様の声を形にしました。このレンズは11月に発売を予定しております。ご期待ください。さて、今日はレンズのロードマップも更新しました。2本のレンズを追加いたします。1本目はまずズームレンズから。14本目となるズームレンズのお話を今日はしたいと思います。
今日初めて皆様にお話しするのが、こちらになります。XF7300mmF456 です。APS フォーマットの魅力を最大限に生かしたコンパクトなボディ、この中に 300mm もの焦点距離を持つ超望遠ズームレンズ、こちらを開発中です。しかもこちらはテレコンバーターにも対応予定です。こちらが2倍のテレコンバーターになります。いいですか。ではちょっとした計算をやります。300mm、このレンズの望遠側の焦点距離です。それからかける 1.5、 1.5 というのは 35mm への換算です。 35mm 換算です。それから 2.0、 このテレコンバーターになります。答えは 900mm です。つまりこのサイズで 35mm 換算の焦点距離で 900mm の撮影ができます。これで 900mm です。もちろん OIS も搭載されています。スポーツや野鳥、動物などの撮影がお好きな方には必携のレンズになると思います。今まさに開発を行っており、来年の発売を予定しています。さあ、そして2本目です。ここまではズームレンズの話をしてきましたが、 X マウントといえば単焦点レンズですね。さあ、こちらが本日初お披露目となります XF18mmF1.4 です。ナチュラルで汎用性の高い広角 28mm 画角に F1.4 という大口径を組み合わせた実に X マウントらしいユニークなレンズを開発中です。同じ焦点距離に 18mmF2 というレンズがありますが、こちらはパンケーキスタイルの非常に小さなレンズでして、機動性に特化したレンズでしたが、こちらの 18mmF1.4 は画質を最優先に設計したレンズです。広角特有の歪みを全く感じさせないシャープさと、大口径特有の豊かなボケ味を約束します。広角レンズといえば風景撮影で絞り込んで撮影するのが一般的ですが、このレンズならばポートレートやスナップでも美しいボケを楽しめます。しかもこの通り非常に小さなサイズに収めております。すべての X マウントユーザーにお勧めしたい広角レンズです。おそらくこのレンズはですね、1年後ぐらいには皆様に使っていただけることになると思います。いかがでしたでしょうか。 XF レンズのラインナップはここまで充実してきました。今後も止まることなくラインナップを強化していきますので、ご期待ください。いかがでしょうか。 X サミット大宮、ここまで新しいレンズの新情報をお届けしました。ここからはカメラについてのニュースをお伝えしたいと思います。今日この商品を発表できること、心から楽しみにしていました。そうです、新しいコンセプトの新しい X シリーズのカメラの登場です。皆様、こちらが初お披露目の XS10 です。どうですか。非常に小さくて、軽いコンパクトなボディです。この XS10、当社の持てる技術のすべてをこの小さなボディに詰め込みました。 XT4 と同じ XTransCMOS4、 X プロセッサー4を搭載し、世界最速のオートフォーカスシステムによる快適な撮影が楽しめます。そしてこのボディに高性能手ブレ補正機能を詰め込みました。5軸6段の性能を誇ります。フィルムシミュレーション18種類もすべて搭載しています。クラシックネガも、エテルナブリーチバイパスも使えます。
動画もしっかり撮れます。 4K30p で最長30分の動画撮影が可能です。バリアングル LCD も搭載しました。今日はこのカメラのスタイル、デザイン、アイビス、手ブレ補正、オート、オートフォーカス等々のオート機能、カラー、画質、色の4つについて実際に開発を行ったエンジニアとともに詳しくご紹介したいと思います。まずは XS10 のデザインを担当したデザイナーの亀井啓太さんです。亀井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。亀井さん、率直に聞きますが XS10 のデザインどうでしょうか？ XS10 は僕の自信作です。こんにちは、今回、XS10 をデザインした、亀井啓太と申します。X シリーズに新ラインナップを投入するというテーマを受けて X シリーズではありますが、しかし今までの X シリーズとは異なるアプローチのデザイン、それが今回の XS10 で挑戦したことになります。 X シリーズはシンプルな中に機能美を突き詰めるというのをポリシーとしていました。今までのラインナップは直線を基調に構成されたデザインになっていました。これに対し XS10 は直線と曲線をミックスさせることによって新しい機能美っていうのを実現しています。例えばこのあたりグリップだったりとかこのトップカバーを見ていただくと分かるんですけれども、曲線と直線を組み合わせてデザインしています。こんなに小さいのに非常に手になじむグリップ、ここにもその特徴を盛り込んでいます。天面に向かって曲線を収束させることによって快適な握り心地と、ストラップが手と干渉しないようなそういった実用的な工夫も盛り込んでいます。さらにダイヤルの周囲を曲線を用いて削ぐことによってダイヤルの快適な操作性を実現しています。またアイビスを含めて多くの高機能デバイスが搭載されています。このようにフラッシュまで実は内蔵されています。この小さなボディに多くの機能を搭載するというミッションを実現するためにこのデザインアプローチが最適だったと思っています。小さなカメラは使う人を選ばないと思います。それがこのように高機能なので、よりたくさんの人に親しみやすいカメラになっているのではないかと思っています。カメラの世界は小が大を兼ねますが、まさしくそんなカメラに仕上がったのではないかと思っています。亀井さん、ありがとうございました。次はアイビスボディ内手ブレ補正についてです。開発の入江文則さんです。入江さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。入江さん、この XS10 の手ブレ補正機能どうでしょうか？富士フイルムのこれまで培ってきた手ブレ補正技術をこのコンパクトなボディに凝縮させました。アイビス開発の入江です。 XS10 のアイビス開発のテーマは性能と小型化の両立でした。 S10 のような小さなカメラは使う人を選ばないカメラだと思ってます。そんなカメラこそアイビスが必要だと思います。私は H1T4GFX100 とアイビスシステムをずっと開発してきましたが、 H1 や T4 のような比較的大きなボディのカメラにアイビスを載せることと、S10 のようなコンパクトなカメラに載せることは同じではありません。こちらが T4 で、こちらが S10 のアイビスユニットです。だいぶ大きさが違いますね。これを実現するために全く違う設計手法、アプローチが必要でした。それは一つの部品に複数の機能を持たせるシェアリングという発想です。具体的にはアイビスの構造部品とカメラの筐体部品を共有させて部品を削減しています。しかもその構造はアイビスを小さな力で駆動できるようにすることにもつながっていまして、アクチュエーターなどいろいろなパーツを小さくすることができました。しかし性能は決して妥協しない6段5軸の手ブレ補正性能です。ビタッと止まると撮影していて安心ですけども、何より画質に効くんですよね。高性能なアイビスというとロングシャッターに目が行きがちですけども、
短いシャッタースピードの時でもシャープな描写につながります。4から5段くらいの性能だとブレ対策にとどまってしまう撮影条件でも、6段であれば画質に大きく貢献できます。やはり写真の富士フィルムなので画質に寄与するところは手を抜けません。素晴らしいアイビスニットが出来上がったと思います。入江さん、ありがとうございました。次はオートフォーカスについて開発の沖山和也さんから紹介いただきます。沖山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。沖山さん、この XS10 のオート機能いかがでしょうか。 XS10 にはどんな人でも最高の写真を撮ることができるオート機能が搭載されています。よろしくお願いします。オートフォーカスの制御を担当している沖山和也です。 XS10 には富士フイルム最高のオートフォーカスシステムが搭載されています。最高、それは速さと強さです。速さを数字で言うと最速 0.02 秒でのフォーカシングを実現しています。この数字は富士フイルム最速で、そして世界最速でもあります。でも今日紹介したいのは強いオートフォーカスだということ。暗さに強いっていうことなんですけど、数字で言うとマイナス7 EV。 僕たち写真撮るときって朝もあれば当然夜もあるわけで、夜になって暗くなったから撮影をやめて帰りましょうなんて考えないですよね。そこでセンサーの駆動方式に工夫を加えました。暗い時には位相差画素を撮像用の画素とは独立して駆動させることで、かすかな光でも捉えられるように設計しています。そうして実現したのがマイナス7 EV というスペックで、もう暗くてオートフォーカスが合わないなんてことはなくなったと思います。もちろんこれも世界最高のスペックとなっています。ただ僕たちオート制御を行っているエンジニアにとって、オートフォーカスというのはその全容の一部にしか過ぎません。カメラを持っている撮り手がいい写真を撮るために、カメラに全てを委ねられるようにする、それこそがオートの理想の制御です。例えば XS10 には撮影モードの中にオートモードというものが搭載されているんですけども、これに設定しておけばシャッターを押すだけで富士フイルムが考える最高の絵を撮ることができます。カメラがシーンを判別して最適なフィルムシミュレーションを選択して、露出をコントロールして、ダイナミックレンジをコントロールして、ハイライト、シャドウトーンをコントロールして、そしてカラークロームエフェクトやクラリティまでコントロールして、画像が記録された時にはもう最高の絵になっています。 XS10 はオートの理想にかなり近づいたカメラになったと思っています。沖山さん、ありがとうございました。XS10 の音は素晴らしい出来になってますね。次は大注目 XS10 の色についてです。富士フイルムのカメラの最大の特徴こそがフィルムシミュレーション。開発の斉藤太郎さんになります。斉藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。斉藤さん、 XS10 の色について一言お願いします。はい、富士フイルムの全ての色が楽しめる一台になっています。こんにちは、開発の斉藤太郎です。私はクラシックネガアクロスを設計しました。プロ3や T4 にも搭載されているので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。 S10 では私が設計したクラシックネガアクロスの他にも富士フィルムの全てのフィルムシミュレーションが使えます。プロビア、ベルビア、アスティアはもちろん、クラシッククロームもプロネガも、動画にぴったりなエテルナやエテルナブリーチバイパスも全部使えます。それぞれのフィルムシミュレーションがそれぞれの色の世界を持っています。測定上は正しい色は一つしかないですが、イメージの上では思い出や作品に応じた人それぞれの基準があります。写真はそのイメージを形にするものですから、フィルムシミュレーションがこれだけのバリエーションがあるのはそのためですね。The XS10 has amazing color. I think the way it renders skin tones, especially people of color, is outstanding. And I'm a big fan of the classic chrome simulation that I've been using for these video clips and also for the still shots.
In today's shoot, we used the Velvia simulation, which I think just adds a different kind of saturation and tone that I'm not able to get in any kind of editing app. For the past couple of days, I used a Turner bleach bypass, kind of old school, like Fuji film look. XS10 の中には必ず自分のお気に入りの色再現が見つかると思います。Your style, our color ですよね。カメラ取って出しという言葉がありますけど、フィルムシミュレーションならファインダーを覗いたときにイメージした色が見えるわけで、撮影により集中できると思うんです。そうすれば撮影がもっと楽しくなるし、たくさん撮りたくなると思います。斉藤さん、ありがとうございました。今回この XS10 を通じて実に35名の写真家にストレートアウトオブカメラ、取って出しで撮影をしてもらいました。皆さん口々に撮る喜び、撮影の快適さを語ってくれました。カメラを構えて目の前の被写体にストレートに向き合ってみる、そしてハッシュタグ SOOC でぜひ画像を投稿してみてはいかがでしょうか。それが XS10 や他の X シリーズのカメラで撮られたものならなお嬉しいですね。さて、このカメラ XS10 は11月に発売を予定しています。価格はオープンですが、ボディ単体で税別約12万円を予定しています。そのぎっしりと詰まった機能の数々に加えて、このコストパフォーマンスも XS10 の大きな魅力になると信じております。こうして XS10 という新しいラインナップが加わったわけですが、富士フイルムは既存のラインナップも決して放っておきません。そうです、ファームウェアアップデートです。今回は こちらの XT3 のファームウェアのアップデートをいたします。新しいバージョン 4.00、これは XT4 と同じオートフォーカス性能へのアップグレードとなります。早くて正確なオートフォーカス、インテリジェントな瞳オートフォーカス、顔オートフォーカスも搭載されます。2週間後、10月28日からダウンロード可能になります。 XT3 ユーザーの皆さんはぜひ楽しみにしててください。というわけで、新しくなる X シリーズのカメラとレンズのラインナップ、これからもよろしくお願いいたします。全世界配信でお送りしてきた X サミット大宮、いかがでしたでしょうか。皆さん本当にありがとうございました。またお会いしましょう。